こんにちは。経済ナビ北海道です。今日の特集は道内観光のおもてなしを向上させる取り組みについて、小沢さんの取材です、まあ。インバウンドが増え続ける中ですね。言葉の壁や観光業界の人手不足といった課題がなかなか解消されません。うん、そんな中ですね。ai や iot といった新しい技術を使ってサービスの向上に取り組もうという動きが活発になっています。 札幌の I.T. 関連企業エコモット防災用の水位計が主力商品の一つです。で、これが当社で作っているクラウドロガーという商品で、で、ここの口から、ね、いろんなセンサーをつけてあげて、で、そのセンサーのデータをまあここのモバイル回線で送ると、こういう装置になりますね。水が上がった時にですね、あの数字のデータとその時の映像と一緒にこう送るということができる。 沢社長は去年7月日本マイクロソフトと連携し北海道 IoT ビジネス競争ラボという組織を立ち上げました IoT の活用で道内産業の生産性を高めるのが狙い7社が参加していて観光、防災、食の3分野で研究を進めていますます今回あの、新たに IoT 減税っていうのがあの来年度始まります。 ですから我々企業側がです、ね、そういった取り組みをぜひ活用させていただいてです、ね、そしてこの人口,難人口減ですねそして人材難に立ち向かっていくとこの日入澤社長は富良野で土産店などを展開する企業を訪ねました競争ラボに参加する観光関連の企業が新しいサービスを提供するためその打ち合わせに同行したのです 新たに提供するサービスは、VR、バーチャルリアリティを使った360度動画。動画データはインターネット上のクラウドに保存し、ゴーグルにダウンロードする IoT です。かなり普及してきた VR 動画ですが、ここの売りは 実際の風景の中にいるようなリアルな映像を体感してもらうことで足を運ぶ気にさせる狙いです。です映像を制作するのは札幌の W.M. エンターテインメント、競争ラボのメンバーです。そうですね。この今隠れているところなんですけれども、はい、これがもう周りにいっぱい目玉がついているんですよ。 これが今出てる中では世界最高水準。1つがかなり広角で撮れる魚眼のレンズが6面ついてるんですね。なので今までの,その写真や映像の撮り方っていうのは平面を記録するんですけれども、はい、こういったカメラも空間をそのまま記録するっていうこの日は美瑛町の観光名所青い池の夜のライトアップの様子を撮影しましたこれだけきれいになると、はい、酔いも少なくなりますし いいろんなな外的な要因をつけていくことで例えばまあ風を浴びたり匂いを浴びたり本物の体感に近づけていくっていうことでもその世界に入ってしまう富良野市で土産店やレストランなどを展開する札幌のジェロップは富良野のラベンダーの 8K 映像を冬に店にやってくる外国からの観光客に見てもらいます。これからはお土産をを売売るるだけじゃなくて思い出と体験を売る ということにこうと注目したときに、えー、VR に出会いまして商品の購買とかにつながるんじゃないかとか夏のフラノにいるのに冬のフラノの景色が見えるだとかそういうことにもこうまた活用できるんじゃないかなと先週フラノの店舗で VR サービスを試験的に提供しました 観光客の反応を見るためです店舗の一角に機器を設置し、その横にはなぜか加湿器が加湿器にはラベンダーオイルを入れます VR のラベンダー映像とともに香りも体験してもらうのです あ、これ、臭いの中に出てくると、動画の前に見えることができるので、本当に、コンネームの香りが出ると、本当に良かったです。来てくれす。ありがとう。来てくれて間違いなくあると思います。初めて冬に来てみたけれども、あ夏こういう感じなんだというふうに見ていただけると思いますので、五感で楽しんでいただくというような形であの販売促進につながればなと思っております。知れとには、<noise> お知らせの後は人手不足をロボットが助けます。